はい令和2年論文式本試験計学の公表及び解説を始めていきたいと思います担当はレクセ専任講師二宮ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ、今回の計学について簡単に振り返っていきたいと思いますまあ、早速ではあるんですけれどもまずね計学の公表から入っていきたいと思いますのでまあ、画面の方を切り替えてパワーポイントでやっていきたいと思います でまずね第1問の経営管理の分野から確認をしていきたいと思いますけども、まあ、問題1ですね、まあ、いろんな用語が登場しましたけれども、まあ、問いの1番からね問いの3番まではかなり典型度の高い内容なのかなと思いますので、まあ、ここはね何とか正解してほしいところではありますね、まあ、問題1の問いの1から問いの3のところですね まあこの問いの一番イノベーションの分類ですね。まあ、ラディカルイノベーションとインクリメンタルイノベーションっていうここの用語を、ね、覚えることができていたかどうかですね。もう知ってるか知らないかがすべてです。まあ、ラディカルイノベーション、まあ、基本的に大きなイノベーションって考えてください。でインクリメンタルイノベーション、これは全身的あるいはまあ一個一個の,、えー、その技術的な進化としては小さいイノベーション。まあ、これがインクリメンタルイノベーションと。 ラディカルと、インクリメンタル文脈から入れることができるかどうかですね。で問いの2番はこれまあ少人数というね言葉が入るわけですけれども少人数方式とか対応図方式っていうのは、まあ、これは管理会計の原価管理の分野の方でまあ学習をしているかと思いますので、まあ、管理会計の知識があれば対応することができた方が多いんじゃないのかなと思います。でまた、問いの3番、相手先ブランドによる、 設計開発生産を意味すする言葉ですねこれは、まあ、ODM という言葉が入るわけですけれどもまあ、ODM ですねあの入れられた方が多いんじゃないのかなとは思うんですがまあ、EMS という言葉とねあの勘違いして答えてしまう方も一定数いるのではないのかなというふうに思います。まあ、ems でも 正解になる可能性っていうのはありうるんですけれどもあのどちらかというと ODM っていうところが、まあ、文,文章の流れからしてね入れてほしい言葉なのかなと、まあ、回答してほしい言葉なのかなと思いますので、まあ、できれば ODM でここは正解したいところではありますね。はい、で問いの4番5番6番ですねこちらについてはあの結構やってない受験生も多かったようですので。 まあ受験生全体で見るるととと可能性いいいううののはは低いというふうに位置づけられてくるのかなとは思いますただまあレックではね問い4問い5問い6あのそれぞれ用語としましては、まあ、ゲートキーパーとかリードユーザーとかあるいは NIH 症候群っていうところが問われているわけですけども、まあ、これらは東連の中で出題している用語でもあるので東連の復習ができていた方は456はかなりの確率で答えられているのではないのかなというふうに思います。 でここね答えられるっていうのは相当大きいと思いますあの今回の経計学の問題っていうのは解けるもの解けないものっていうのが割りかしとファイナンスの分野なんか特にそうですけどもはっきり分かれていたりするので割りかしその得点の分布っていうところが幅広くならないと思うんですよそんなにばらつかないと思うんですねある程度平均周辺に固まってくると思うんです でこの得点分布っていうのがあまりばらつきがないという状況下において祖点でプラスアルファで1点取るっていうのはものすごく大きなプラスになっていくんですよ。偏差値が、まあ、要は伸びやすいわけですよね。456全部合ってるとかなり偏差値は伸びると思いますんでね。ここができてるっていうのは相当大きなアドバンテージになるかと思います。はい、でまあ目標点数としては11点と。 まああの受験生全体レベルではできていない人の方が多いのかなと思いますので目標点数はかなり低めということにはなりますね。はいまあ、以上が第一問問題1で次第1問の問題2ですけれども、まあ、こちらはね用語とかについては特に難しいことは問われていない、まあ、純粋に知ってるか知らないかっていうところで細かいことは何も問われてませんね。 まあ問いの一番なんかはこれ共通目的ですね。バーナード理論からの出題になります。けれども、ここはもう答えられる受験生が大半だと思います。バーナードはね。もう昨年度もあの音としても言われてたことではあるんですけども、もまあ、そろそろ出るんじゃないか？っていう風うにどこの予備校もね。あの山手として言っているようなところではありますから。ま勉強してない受験生はほぼいないでしょうから、まあ、問いの一番っていうのは絶対,絶対に正解しなければいけないところですね。はい。 問いの2番が今回の経営管理の問題の中だとちょっと難しいのではないのかなと思うんですけど、まあ、現場対応型の計算問題っていうことで、まあ後でねちょっと軽く解説はしていきたいと思いますけれども、まあ、こちらができる人できない人とで差はつくのかなと思います。 そんなに数学的なね、あのーまあ、要素がちょっと入ってくるわけですけど、まあ、数学に対してそんなに苦手意識を持たれていない方であれば何とかうまく対応することができたのではないのかなというふうに思います。3箇所回答箇所用意されてますけども少なくとも1箇所はね単に式に数値を入れるだけですから基本的な数学の知識があれば簡単に対応できるところになりますんであの全滅することはほとんどの方はないのかなと思います。1箇所は正解できると で次の問いの3番これはまあ連結ピンですね、まあ、リッカーとのシステム4っていうのをね勉強してない受験生ここもいないと思いますから、まあ、問いの3番の連結ピンは回答できた受験生多いんじゃないのかなと思いますで問いの4番こちら重複集団型組織モデルですねこれを実際に図形として描かせるような問題ということでまあ一風変わった問題ではありますけど、まあ、この 図形についても、ね、見覚えがなないいい受験生の方はいないと思うんですよもうどこのテキストでもあるいはどこのレジュメにおいても必ず載っているようなものになりますからね、まあ、それを思い出せたかどうかっていうところがポイントになってきます、はいまあ、結構答えてくる受験生の方は多いと思いますね問いの4番についてもで問いの5番もこれ算数の問題ということになりますが IQ テストみたいな問題ではあるんですけれども、まあ、そんなにね難易度は高くないというところで、まあ、少なくとも見覚えのある受験生は誰もいないとは思うんですが、まあ、現場で考えたらなんとかなるレベルの問題ではあるのかなとただまあ最悪ね全滅していたとしても他で何かカバーできるのであればねそんなに大きな問題にはならないのかなとは思いますんでね、まあ、できなくてもそこまで嘆く必要性はないかとは思います。はい で問いの6番も見覚えのない問題だと思いますけど、まあ、これも現場で考えてある程度ね模範解答に近い回答っていうのは作ることができるんじゃないのかなとは思うので部分点は少なくとも拾えるとは思います、はいまあ、以上のことを勘案して目標点数としては14点というふうに出しています、まあ、以上が経営管理の分野に関するお話で次第2問問題1ですけれども まあこちらはマルチファクターモデルからの取材ということで、まあ、この問題もねあのほとんどの方は見たことがないと思うんですけどもマルチファクターモデルにおけるリターンの計算自体はあの当連でも出していますしできる受験生の方は多いのかなと思うんですけどリスクの定量化っていうのはこれはねやったことある受験生はほぼいないと思いますだからリスクの定量化についてはできなくても全く問題ありませんので、まあ、この 問題1の問いの2番ですね空欄3と空欄4については間違えても特に問題ないと思ってくださいまあ、問いの1番と問いの2番の空欄丸1丸2ここが答えられていればもう十分かなとで問いの3番はこれ3ファクターモデルですね3ファクターとして何が該当するのかまあ、それを知ってるか知らないかっていう問題なんでまあ、覚えることができていた受験生の方はうまく正解することができたのではないのかなと思います 目標点点数とととしてはまあ4点ということになりますね。はい、で次第2問問題2ですけれども、まあ、こちらは債券の評価ですね債券評価からの取材と。で問いの一番の空欄4番と5番ですねここが3年ものスポットレートっていうのが計算できていないとちょっと答えるのが厳しいと。 まあ実は3年ものスポットレートが分かんなくても計算はできるんですけれどもなかなかその計算のやり方に気付ける方は少ないのかなと思いますので後でまた解説はしていきたいと思いますけれども、まあ、この空欄4・5についてはまあ少なくともできなくてもね合否に影響は出ないと思ってください。1 2 3ができていれば十分かなとで問いの2番についてはねこれは両方とも答えたいかなというところです。 イーールドカーブのフラット化ああるいいははは逆イールドっていう言葉でですすねねこの辺は土点の辺点論りますから、ねまあ、フラット化についてはね言葉としてもしかしたら知らなかったかもしれませんけれどもなんとなくそのフラットっていう言葉の表現でね選択できるんじゃないかなとは思いますからね、まあ、正解してくる受験生もかなり多いと思います、はい、第2問問題2の目標点数としては10点ということになります ここは結構高いレベルの戦いが想定されますねで次第2問の問題3、まあ、利益処分意思決定からの取材ということになりますけれども、まあ、この自己株式の取得であったり現金配当の効果ですね株価に対して与える影響や株式の時価総額に与える影響っていうのを計算させる問題となっているわけですけれども まあこれは、ね、似たような問題っていうのを必ず解いたことがあるでしょうし、この問題自体は特に引っ掛け要素っていうのはありませんからね、非常にまあシンプルな問題となっているんで、まあ、なんとか、ね、うまく対応してほしいところではありますね。はいまあ、1番から3番まではシンプルな内容です。で最後の問いの4番は、ね、見たことはないと思うんですけど、この金庫株ですね。まあ、金庫株の特徴について 正しいものを選びなさいということで、まあ、議決権や配当っていうのが、金庫株に対しては付与されていませんよというところで、まあ、どちらかというと、簿記とか、あるいはまあ会社法の知識みたいなものが必要とされるのかなというところです、はい。この問題3の目標点数は10点と、これも割とハイレベルな戦いが想定されますね。で、最後、問題4ですけれども。 これはボウモルモデルからの素材ということで、まあ、かなりマニアックな内容といいますかボモモルモデルデとといいいいうもももののをそもそも知っている受験生の方はほぼいないと思いますただ経済的発注量の計算とセットで問われていることから実は経済的発注量の計算と考え方が全く同じなんだってことに受けている時に気づけたかどうかですねそれによって得点差が生まれてくるかと思います。 まあできなくても特段問題はないんですけどもその点に気付けて計算問題うまく対応した方は科目合格を狙うことができるかと思いますね。はい、目標点数としてはこれは4点と、まあ、あまりできなくてもしょうがないかなというところです。で以上のことをまあ総括しますと最終的なまあ計画の目標点数としてはまあ素点で53点っていうところを取っていただければですね 得点比率52っていうのを超えることができるんじゃないかなという予想となりますので復習される方はね、まあ、これぐらいの点数取れているかどうかその点を一つ確認してもらうとよろしいかと思います。はいまあ、以上がね全体のまずは好評ということになりまして今からね具体的な問題の解説をしていきたいと思います。まあ、それではね、こちらの、 1> 第1問から見ていきたいと思うんですけど用語については各自で確認をしていただければよろしいかなと思いますので、まあ、この計算の部分のね見直しをしていきたいと思いますまあ第1問問題2の問い二ですね、まあ、これはねかなり初め 面食らった方が多いと思うんですけれどもこのある集団内の諸関係は3つのタイプからなると直接単一関係交差関係直接集団関係メンバーの人数を N とすると1人のリーダーとメンバーおののの間の個別の相互作用に関わるカッ1のタイプの関係の数関係性の数が問われていると。 でこの直接単一関係っていうのはリーダーとメンバーの1対1の対応関係ということになりますんで例えばメンバーが1人リーダーが1人であればリーダーとそのメンバーとの間の1つの関係しかないと集団内のメンバーが今度2人になってくればリーダーとこの2人のメンバーの2人分の関係しかないわけですよ。3人だったら3つの関係4人だったら4つの関係ってことになりますんでね。 各メンバーとリーダーの1対1の対応関係が何個あるのかっていう話になりますからメンバーが N 人だったら N 個の関係性がありますよと空欄 α に入るのは N っていう文字式になりますね。はい、で空欄 β がこれはね普通に考えても多分分かんないと思います。 ここをピンポイントで答えることができた方はかなり数学的なねあの知識のある方なのかなというふうには思うんですけれどもほとんどの受験生の方はもうこう得しかないのかなと思うんですけどこの1から3までの関係の相和っていうところがこの式で一般化されていてこれが1から3までの合計なんですよね。 1>, まあ、かっこ1から3の合計です括弧3の直接集団関係についても一般式が示されていて n の 2n-1 乗マイナスの1とこの括弧3については一般式が与えられていて先ほどこの括弧1ですねこれも文字式で表しましたから1から3の合計から括弧1と括弧3のこれらの式をマイナスしてあげればこの括弧2の。 ベータの一般式っていうところをね表すことができると。まあ、括弧2番の一般式を表すことができますよと、まあ、そう考えられますんでうまいことねこの情報の整理ができた方は今のようなアプローチに基づいて β、まあ、を回答することができたのではないのかなと思います。ここはね、あのー、一定の受験生答えてくるかとは思います。 まあ、合格者全員がね答えてくるっていうレベルの話ではありませんけれども答えてくる受験生も一定数いるのではないのかなと思います、まあ、最終的な答えとしては n n-1 っていうふうにクーランベータは表すことができてあるいはこのまま n の2乗マイナス n っていうふうに答えてもらってもそれは正解ですんでねどっちでも結構です、はい、よろしいでしょうかただまあ αβ はね 最悪何が入るのか分かんなかったとしてもガンマは答えることができますから単にこの式に対して6っていうのを代入してあげればいいわけですよね6っていうのを代入してそれを計算してあげればいいだけですから、まあ、ガンマはっていうのを求めることができますここは当てはめ計算さえできれば対応できるわけですから正解しなければいけない内容でしたよろしいでしょうか で次に今度、まあ、問いの5番がまた計算問題問われているわけですけども、まあ、距離を計算していくっていうことでまあこれは1人できればね他の人に対しても基本的に同じルールに基づいて計算することができるわけですから1人できれば全部完登できている方の方が多いんじゃないかなと思うんですけども例えばこの「た」って人になりますけど「た」って人は。 この地、通、定、棟っていう4人の人と、まあ、4人のこういった集団があってねこれらの人とどれだけ距離をね持ってるのかちょっと変な表現ではあるんですけどもどの程度距離があるのかっていうのが問われていてこの他と地の間ではこれ1ですよね1。でこの他と都の間ではこれ地を挟むことになりますんで、えー、これは 1+1 で2っていうふうにカウントをしていきます2。 でまたこの「手になってくると「ち」と「つ」っていうところを媒介することになりますから今度「3」で「と」だと「ち」「つ」「て」っていう3つを媒介することになりますので今度は「4」っていうふうに、まあ、距離をカウントすることになりますだから「1」+「2」+「3」+「4」まあ、これを計算していただくとこの「他の距離っていうのは「10」と計算することができますねで「た」が「10」だったらね「これと」も当然「10」ということになりますから たととっていうのはもう完全にセットかと思います。で、同じ要領で、このチーツ定についても行ってもらえればよくて。行ってもらえれば良くて、このチが求まればね、チとテっていうのは同じ距離になりますから。片方求まれば、もう片方も、求まったも同然ですね。はい、まあ、一体ね、何を問いたいんだろうって感じではあるんですけども。まあ、こういう現場対応力を求めてくるような内容となっています。 で最後の問の問い番ですねこれは回答に幅はあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、この与えられた表からですね文章を構成していけばいいだけなんで課題の複雑性によって文献型ネットワークと集権型ネットワークどのように優劣が決まってくるのか表の中身を説明していけばいいだけです。まあ、特に着目していただきたいのはこの所要時間と間違いのところですね。 課題が複雑な課題であればあるほど文献型ネットワークの方が短い所要時間でなおかつ正確性の高い回答っていうのを導出することができる迅速になおかつ正確な判断を行うことができるんだと、まあ、そういったことをね、まあ、この表っていうのを表しているわけですからそれを読み取った上であとは文章化していけばいいだけなので。 ここは部分点を拾うことそのものは特段難しくはないかと思います。よろしいでしょうか。まあ以上が簡単ではありますけども、第一問の解説。で今度第二問ですね。問題一から見ていきたいと思うんですが。マルチファクターモデルからの出題ということになりまして。 まあ問いの一番の証券 A の期待リターンっていうのはこれは答えてほしいところではありますね証券 A の期待リターンこれは αi っていうファクターに依存しない期待リターンっていうところがまず2%証券 A はあってでこのファクターが2つあるとリターンに対して影響を与える要素っていうのが2つ用意されていてファクター1とファクター2 それぞれに対する証券 A の感濃度っていうのが与えられているとファクター1に対する感濃度は1.20でファクター1の期待リターンっていうのは8%て言ってるので 1.2×8%、まあ、これで証券 A の期待リターンに与える影響額計算することができますねまたファクター2 1.10っていうこの感濃度に対して ファクター2の期待リターン5%っていうのを掛け算してあげれば5.5%っていうのが求まりましてこれが証券 A の期待収益率の一部を構成することになります。従ってこの式ですね解いてもらえれば17.1%っていうのを求めることができます。 でついでに証券 B についても求めておいてあげると同じ要領で13.35%っていうのを算定することができるとでこの問いの1番ができればもう1セット問いの2番の2っていうのもまず間違いなく回答できると思います問いの2番の2は証券 A と証券 B それぞれ40%と60%投資したときに 構,成されるあ構築されるポートフォリオの期待収益率が問われているわけですけどもポートフォリオの期待収益率っていうのは組み入れていく証券のの期待収益率の過重平均値でしたよねこの投資の割合に基づいて過重平均っていうのを取ってあげればよかったので、まあ、証券 A の期待収益率が 17.1%B が13.35%ですからそれぞれに対して0.4と0.6を掛け算して合算してあげれば 14.85%っていうのを求めることができるのでこれが空欄の回答ですまた前後しますけども空欄の1に関しましてはポートフォリオ P におけるファクターに依存しない期待リターンですねファクターに依存しない期待リターンっていうところは何かが問われていますけどまあこれはやったことないとは思うんですけどもなんとなく空気を読めばね 対応できるんじゃないかなとは思うんですがこちらのファクターに依存しない期待リターンっていうのはこの αi と表されているところで証券 A は 2%B は1%ですからそれぞれに対して0.4と0.6を合算してあげればポートフォリオのファクターに依存しない期待リターンを求めることができます1.4%と求まりますねはいもう実践的には問いの一番と この問いの二番の空欄一二ができていればもう合格ラインに達するのかなと思います。で次の空欄三ですね。空欄三。ポートフォリオ P におけるファクターに依存しないリスクシグマのイプシロン P っていうところの大きさが問われているわけですけど、このシグマのイプシロンっていうところがついていてちょうど。 こののシシグマのイプシロン I っていうところがここの表の中一番右端に示されていてこれ各証券ののシシグマのイプシロンを表しているわけですよで今求めたいのは証券 A と B それぞれ 40%60% 組み入れたポートフォリオの標準偏差っていうところが問われていると考えてもらったときに。 もうこの左のね表の中身は気にする必要性がなくて純粋にここは証券 A の標準偏差が20% B の標準偏差が10%って考えて計算を進めてあげればよかったんですよなおかつ証券 A と B の間には何にも関係性がないというか無相関なんですね無相関まあ、相関係数がゼロだと考えてくださいまあ、そうなるとこのポートフォリオのファクターに依存しないリスクっていうのはこのように計算することができます 0.4の2乗をかけることの20の2乗、まあ、証券 A のこれ分散だと思ってください、まあ、証券 B の組入れ比率の2乗に対して証券 B の分散っていうところを掛け算して合算すればこのポートフォリオの分散が求まりましてこれにルートをつけてあげれば10%っていうのが求まりますよとこれが空欄の三ですこの表の左3つの項目はね特に見る必要性がないんだと この部分だけに着目して計算すすす。ることとがでできますよという内容ですだからものすごくね現場対応力の高い方なんかは空欄3までは対応できた方もいるかもしれません。本当にまあ上位ね2%とか3%の世界の人になってくるかとは思いますけども。 対応できるるる受験生のの方もまあいいにはいるのかなとただ空欄4はおそらく正解している受験生はまあほぼゼロなのかなと思いますトータルリスクについてはやり方ねこれ知らないと現場で考えてなかなかこれをね思いつくっていうのは厳しいのかなと思いますんでやり方知らないと対応はできないと思いますねでトータルリスクに関しましては、まあ、こちらですねまずこののポートホリオの 期待収益率一般式で表すとどうなるのかっていうのをこちらに表しています。ポートフォリオの期待収益率っていうのを一般化するとこうなりますよと。まあ単に投資比率でそれぞれね加重平均っていうのを求めていってるだけです。ファクターに依存しない期待リターンの部分、このファクター一の部分。 ファクター２の部分、まあ、そしてこの残差リターンの部分ですね。まあ、それぞれ投資比率に基づいて加重平均っていうところを取っているだけだと思ってください。で最終的にこの式っていうのはこのように表すことができるわけですけども、このポートフォリオの期待収益率について標準偏差の計算っていうのが問われているんですが、ここではねどうやって行けばいいかっていうと。 この1.6%の部分っていうのはもうこれ固定的にこの1.6%っていうところが決まってるわけでばらつきはないわけですだからここに着目していくと 0.9×5 の F1 と 1.25×5 の F20.4×5 のイプシロン A と 0.6×5 のることの イプシロンの B と、まあ、この4箇所に着目していってこれらはね全て無双関なんですよ。おのおの何にも関係ありませんよっていう状況なんでおのおののリスクっていうところを定量化してあげて最後合算してあげればポートフォリオのトータルリスクっていうのを計算できるはずなんですね。したがってまずこの0 9かけることの F1 ですけれども。 これは0.9の2乗をかけることの16の2乗でこの F1 の分散ですね表の2番で標準偏差16っていうのが与えられてますから16の2乗をしてあげてくださいで次 F2 ですけれども F2 は1.25の2乗をかけることの10の2乗ですね分散っていうのは10の2乗とまたイプシロンの A につきましては、まあ、これは20%っていうのがリスクとして標準偏差与えられていますんで0.4の2乗をかけることの20の2乗またイプシロンの B に関しましても0.6の2乗をかけることの10の2乗という形で、まあ、この部分のリスクっていうのを定量化することができますと。 これらを全部合算してあげれば、四百六十三点六一で、ルートをつけてあげれば、二十一点五三パーセントというのが求まります。まあ、かなり難しいですね。初見で対応できる方は、まずいないと思います。よろしいでしょうか。で、次、第二問の問題二ですけども、債券の評価からの出題ということで。まあ、この空欄、一、二、三については。 まあ正解できる内容となっていまして特段内容的に難しいことはないかと思います。で問題はね,ここですね3年ものスポットレートっていうのを求めるためにはこれ債権価格っていうのが示されていて、まあ、割引債ですから3年後におけるキャッシュフローっていうのはこれは額面召喚されるんで。 100円っていうキャッシュローが発生することになりますから3年後の100円っていうのを今現在の価値に直せば92.13なんですねその時の割引率が3年後のスポットレートってことになりますけれども、まあ、この式解く必要性があるんですよね100円割でこの3乗っていうのが出てきた場合ね手計算ではこれを展開して求めることはできないので どうすればいいかっていうと、この R の部分に入る数値を試行錯誤的に試していくんですよ。2.6パーだったらどうかとか、まあ2.71パーだったらどうかとかね、まあ適当に当たりをつけてね、代入していくんです。もう地道にやっていただければ、2.77パーセントっていうのを入れた段階でちょうど92.13っていう数値になってくるので、あこれが3年ものスポットレートなんだっていうふうに。 計算をすするることができるんできんね、はい、だから現場でねこれは試行錯誤して解けばいいんだっていうふうに気付けたかどうかですただ最悪気付けなかったとしても,もうこの部分はしょうがないかなともう間違えてしまってもしょうがないところではありますからできなかったことはねそこまで悔やむ必要性はないです。で今のやり方のほかにもね 別解というかこの3年ものスポットレートっていうのが分からないとこの4番の2年後から3年後までの1年間のフォワードレートっていうのが求まらないのかなっていうふうに一瞬思ってしまうんですがここのフォワードレートの計算についてはこのように対応することができると。具体的に 1> 1プラス、R、の03の3乗これは3年ものスポットレートを表していたわけですけども3年ものスポットレートで3年間運用した時の成果これは 1+2.26% の2乗これ2年ものスポットレートで2年間運用を行って最後2年後から3年後にかけてはこのフォワードレートで運用したこの成果と等しくなると。 ま等しくなるように F の23が求まるというのがスポットレートとフォワードレートの関係性だったわけですけどここでね1プラス R の03の3乗っていうのはまあこう表すことができるわけですよ先ほどのこの式ですね1プラス R の03の3乗イコールに直してあげれば92.13分の100っていうふうに表すことができるんですねここれをこの左辺に 代入数というかね。まあ、こういった表し方に変えていくと、92.13分の100円っていうのが左辺の数値で,で右辺はこの f の2。3だけが文字式になっているんで、単なるこれ一次方程式に変換することができるんです。これでフォワードレートは3.80%と求めることができますね。だからスポットレートがね。3年ものわからなかったとしても、まあ、このようにちょっと工夫すれば対応することができる内容だったと。 まあ現場で思いつける方は相当限られていいるのかなと思いますまたこのフォワードレートを使うことによってねスポットレートが分からなくても3年もの利付債の価格も計算することができるとこのフォワードレートを使って3年後におけるキャッシュフローを1年分割引けばこれは2年後における集荷を表していると。 2年後の価値を表してるんですね2年後の収穫っていうとちょっと表現おかしいか2年後の価値を表してると3年後の100円の2年後の価値を表してるんであとは2年物のスポットレートで現在価値に直してあげればいいんですね3年物のスポットレートがなくてもこの2年後から3年後前のフォワードレートと2年物のスポットレートを活用することによって3年後のキャッシュフローの割引現在価値を出すことができるんだと まあ、そういった起点を聞かせることによって、この問題は対処することができるんですね。はい、以上がこちら。問いの一番に関して、ね、問いの一番についてのお話。で、問いの二番はイールドカーブの形状に関する話で。まあ、イールドカーブですね。まあ、この長期金利と短期金利の差がなくなっていくと、平らになっていくわけですけども。この平らになっていく現象は、イールドカーブのフラット化っていう表現を使っていきます。 フラットって言葉はねあのピラミッド型組織とかフラット化組織とかっていうところでね学習済みだと思いますからなんとなく言葉のニュアンスはわかるかと思いますんでねイールドカーブのフラット化っていうのを選択できた方は多いと思います。でまた遠いの2の2これはまあ逆イールドということで、まあ、長期の金利が短期金利を下回ってしまうと。 通常ね、長期金利の方が短期金利よりも高いのが一般的ではあるんですけども、まあ、逆転現象が生じることがある、これを逆イールドって言い方をしたと。はいまあ、以上が第2問、問題2ということになりまして、まあ、これはね、先ほども申し上げました通り、この問いの1番ではね、3箇所は確実に拾えると、1、2、3は拾える。で問いいのの番についてもこの2箇所ね 拾うことはそんなに難易度は高くありませんので、まあ、かなり高いレベルでの戦いが要求される問題だったかなと思いますで次の問題3、まあ、自己株式の取得であったり現金配当、まあ、それが株式価値に与える影響というところが問われているわけですけれども、まあ、問いの一番ですねこのの会社は今現在の 株式の時価総額が1,200億で余剰現金200億っていうのを保有している状態なので、まあ、これをねなんとか株主に還元していこうと考えているんですね。で200億円のうち150億円を使って1株当たり1,000円で1,500万株の自社株を取得するものであるとでこの時の株式の時価総額がいくらになるのかっていうのが問われているわけですけども。 この150億円分でですすね、ね。お金が外に出ていくわけですよ、ね、150億円分の株式を買い取るわけですからねこの1200億円から150億円っていうのをマイナスした1050億円っていうのが株式の時価総額ってことになります自己株取得後の株式の時価総額は1050億円ですよとまた予想ベースの一株当たりの当期純利益 この自己株式の取得を行うことによって発行済み株式総数が減るわけですよ、ね、1億2,000万株から1,500万株っていうのをさっ引いてあげたものそれが自己株式取得後の発行済み株式総数ってことになりますからその数値を分母にとって分子に当期純利益をとってあげればいいともう計算は簡単だと思います。 この EPS1 株当たりの当期純利益っていうのが求まれば EPS を分母にとって分子に株価っていうのを取ってあげれば株価収益率っていうのを計算することができますよねで株価については自己株式の取得を行う前と自己株式の取得を行った後とで変わることはありませんからね1株当たりの価格っていうのは特に自己株式の取得の前と後とで変わることはありませんので 自己株式取得前の株価ですね。まあこれを使ってあげればいいと。まあパーの計算も特に難しくはないかと思います。まあ株価1000円っていうのを使って1000円割ることの EPS でまあ10.50倍というのが空欄さんの回答としては求まりますよと。で次問いの2番現金配当 行う場合ですけれども、まあ、現金配当すればね自己株式の取得と違ってこれは純粋に現金が出ていくだけでね発行済み株式総数が減ったりはしませんから株価自体は下がるわけですよ自己株式取得を行った後の株式の時価総額は1,050億だったわけですけども1,050億からさらに50億円分の現金が出ていくので1,050億マイナス50億で1,000億円が 現金配当支払い後の株主価値ってことになりますでこれを発行済み株式総数ですね1億2000万株から1500万株を差っ引いたもので割り算していけば現金配当支払い後の株価を計算することができますね95.24円というのが求まりますあすみません952.40ですねすいません952.40と。 ま、これを求めることができますよと。まあ、以上がこちら問いの1番と2番で問いの3番ですね。roe の展開式、これが分かっていれば簡単に答えることができる内容だと思います。けども、自己株式の取得を行うことによって、roe が上昇するための条件。まあ、これを答えなさいと。 で自己株式の取得を行うということは負債比率のの上昇というのをもたらすすことになりますよね負債比率が上昇することになるとすなわち負債比率が上昇することによって ROE が上昇するためにはどういう条件を満たす必要性があるのかっていうのをこの説問を読み返すねあ読,み読み返ることができるんです、まあ、この展開式ですね ROE と ROA、e、の展開式これを思い出してもらったときに この RO A、R、不採の ROA-R 率ですね、まあ、ここの小括弧の中身がプラスの値を取っていれば負債比率の上昇によって ROE っていうのは上昇するということがこの展開式からわかりますんで ROA 大なり R これが条件ですだからうが正解ってことになりますね、はい、で最後の問いの4番これは金庫株について問われているわけですが 単純な知識問題です金庫株には議決権もありませんし配当の支払いも行われませんよというところで素直に選んでいただければ絵が回答ということになりますねはい。以上が問題3とで、最後問題4ですねボーモルモデルが問われていたわけですけれどもまあ、これはね、先ほども公表のところでお話をしていきましたけれども EOQ モデルと考え方は一緒なんですよ EO モデルっていうのは、まあ、これは保管費と発注費の合計金額が一番小さくなるような1回あたりの発注量を求めていきましょうねっていうのがこれが EOQ モデルでしたよね先にそっちから見ていきましょうかこの問いの4番ですね。空欄 二と三に入る用語を答えなさいというところで、この一回あたりの発注量が増加するにつれて、総発注費用はどうなるかっていうと、一回あたりの発注量が増えるということは発注の回数が減ることを意味しているわけですよね。一回に頼む量がれ増えれば発注の回数は減るわけですよ。この発注費用っていうのは発注の回数に依存することになりますんで、発注回数が減ることによって。 発注費用は減少すすることになりまクーラン2番には「い」が入りますね減少するで一方の保管費に関しましては1回あたりの発注量が増加,するに増加することによって平均在庫っていうのが増えるわけですよね平均在庫1回の発注量が増えれば倉庫の中に存在する平均在庫量っていうのが増えることになりますんで 保管費っていうのは平均在庫量の大きさによって決まってくるわけですから平均在庫が増えれば保管費の金額も増加することになりますよとだから空欄3には選択肢の「あ」が入ることになりますねはい管理会計の知識があればここは対応することができるはずですで問いの5はねこれ難しいですこれできた受験生多分いないんじゃないかなと思うんですけど読み取りがちょっと難しいですよね 在庫関係費用これを求めなさいというところなんですが発注費と保管費の金額合計計算していくとでまず一回あたりの発注量が200単位で1期間の商品の売上数量が800単位ということでこの800単位を200単位で割り算してあげれば4回っていう発注の回数を求めることができます4回発注回数は4回ですねでこの 発注固定費っていうのが非常に分かりづらいんですけどもこれは1回あたりの発注にあたって250円固定的にかかりますよっていう意味なんで何回発注しても250円っていうそういったニュアンスで発注固定費っていう表現を使ってるわけではないんですよ。発注固定費っていうのは1回あたり固定で250円かかりますよと言ってるんで250円かける4回でまず1,000円分。 1回の発注量にかかわらず1回発注かければね250円のコストがかかりますんで4回だったら1000円でそれに加えて単位当たりの発注変動費っていうのが示されてますけどこの単位あたりの発注変動費っていうのは1回当たりの変動費って意味ではなくてこれは 在庫1単位あたりの発注変動費っていう意味合いになってきますんでそこの読み間違い注意してくださいすなわち1時間で商品を800単位発注かけることになりますんで15円かけることの800単位、まあ、こういう計算をしていく必要性があるんですねこの15円っていうのはあくまでも1回あたりの金額ではなくて 1> 1単位あたりの金額になりますからね発注する量によって発注費の金額が変わってくるんだと、まあ、これで総発注費っていうのが1万3000円と求めることができますで次に保管費ですけれども 保管費に関しましてはこれは在庫1単位あたりの保管費が10円と言っていてこれれに対ししてて平均在庫いいいうのを掛け算してあげればいいんですよね。倉庫の中身っていうのは常に入ってきては使い入ってきては使いっていうふうに変動することになりますから保管費を計算するときには平均在庫っていう概念を使っていく必要性があったと。 でこれは1回の発注量の,2分の1ですね、まあ、これで平均在庫っていうのを表すことができる1回発注かければ200単位の在庫がドバッと届くことになりまして、まあ、これを使っていくわけですけども最終的に倉庫の中身が空になったらまた新たに発注かけて材料が届くと、まあ、こういうね 使っては発注かけ使っては発注かけっていう繰り返しなんですよだからマックスで倉庫の中身っていうのは200単位あってミニマムでゼロなんですよマックス200ミニマムゼロ間取れば100単位だっていう計算なんですねこの10円に対して平均在庫100っていうのを掛け算した1000円これが保管費の金額ということになりますから1万3000円と1000円の合計1万4000円 ここれが在庫関係費用ってことになります。問いの5番の回答ですね。よろしいでしょうか。で話を戻していってボーモルモデルなんですけどもボーモルモデルでは何をやっていくのかっていうとねこれ1回あたりの引き出すお金の最適な 金額ってていいいうののがくくらなのかそれを求めていくんですよあのさっきの EOQ の話と同じで例えばね身近な話としてその ATM から皆さんがお金を引き出していくとで1回あたりいくら引き出すのが適正なのかっていうのを計算していくんですね。で当然ねその ATM からお金を引き出す回数が増えれば増えるほど ATM の手数料かかるじゃないですか。 この換金に要する1回当たりの固定費っていうのは手数料だと思ってください何回も小分けしてね毎日毎日 ATM に通っていくっていうふうになってしまうとその分だけ手数料をたくさん取られるわけですよ換金に要する一回当たりのあ換金に要する固定費っていう観点から見,る見たときにねなるべく ATM に行く回数は少ない方がいいんですよ1回たたりドバッとお金を引き出した方が 望ましいんですねでもそうすると今度何が問題になってくるかっていうとこここの利利利子子ををを受受けけ取取るるととががでででききなないいんすよ息まあ今ね銀行にお金預けても0.0何とかになりますからほとんど利,利息なんか発生しないわけですけれども、まあ、ここではねあくまで計算上の話なんで、まあ、お金を預けておけば5%年間でリターンを獲得することができると。 ドバッとお金を引き出してしまうとですねこの利息を受け取るチャンスを逃してしまうことになるんですよいわゆる機械費用っていうのが発生すするることになるんですねそのことに気づければ問いの一番は「あ」が間違った文章であることがわかります現金保有から生じる機械費用は無視すると言ってますけどもまさにこの機械費用を考慮するんですよ 機械費用がね、そもそもかからないんだったらね、ドバッとお金引き出せばいいんですよ。機械費用を加味する必要性がないんだったら、もうドバッとね、一気にお金引き出せばいいんですよ。機械費用が存在することによって、一回あたりいくらお金を引き出すべきなのか、そこがちょっと考えるの難しくなってくるんですね。で、問いの2番は、 1>, 1回あたりの換金額が200万だった時のこの丸の一番の総費用の金額ですね答えなさいというところなんですが1回の換金額が200万ってことは換金の回数としてはこれは5回ですよね1000万割ることの200万で5回5回 ATM を利用することによって1回あたり0.04かかるわけですから5かけることの0 0 4で0.2万円っていうのが換金に要する固定費の金額です。 手数料が零点二万円かかりますよと。で次に機械費用の計算をしていかなければいけない。まあ保管費の計算と発送は一緒です。この換金に要する固定費の金額っていうのは、これ発注費と同じもので。機械費用っていうのは保管費と同じだと考えてもらうと。イメージがつきやすくなってくるのかなと思うんですけど。一回あたり二百万円、お金を引き出せば。 これがゼロになったときにまた ATM に行って200万引き出すわけですよ。そうすると結局ね手持ちとしては平均的にいくら現金を手元に持ってるのかっていうとマックスで200万ミニマムでゼロですから間を取れば100万円の現金っていうのを平均的に手元に持っていることになります。100万円。100万円の手元現金の残高に 5%の利子っていうところを掛け算してあげれば5万,円5万円が機械費用ととして求めることができます5万円換金に要する固定費と機械費用合計出して5.2万円と求めることができますねまさに発注費と保管費の計算と発送は一緒なんですよ1回あたりの引き出すお金を増やせば引き出す回数を減らすことができるんで 監禁に要するるる固定費費はは小さくくなな反面機用高逆に1回あたりドバッとね大きなお金を引き出していけば換金に要する回数っていうのは減るわけですからこの固定費の金額は小さくなり反対に機械費用っていうのが高くなりますよとこのトレード不関係に着目して最適な1回あたりの現金の引き出し額っていうのを計算していくんだと。 で最後の問いの3番は今の話が分かれば対応できるのかなと思うんですけど総費用が一番最小となるような最適な1回当たりの換金額を求めなさいと求めたい金額を X とかって置いてあげてまず換金に要する固定費の金額としては1回当たり0.04万円かかってかけることのこの1,000万割ることの X でこれで換金回数を表すことができますね。 必要なお金1,000万で X で割り算してあげれば換金の回数を表すことができて0 0 4の1 0 0 0万割る X で X 分のという,ふうに表すことができますで次に機械費用は利息5かけることの平均的な手元の現金預金残高これは X の2分の1ってことになりますんで2分の x。 これを5% 0.025X に掛け算すすす。ればとと表すことができます経済的発注量の計算を思い出してほしいんですけどこのトレードオフの、まあ、こっちが発注費こっちが保管費だって考えてもらった時に発注費と保管費の合計金額が一番小さくなる点っていうのを求める時には発注費と保管費をイコールで結んであげればよかったんですよね。 発注費の金額と保管費の金額っていうのがイコールになる時に両者の合計金額っていうのが一番最小化されましたよと。従ってボーモールモデルにおきましても x 分の40と 0.025x この両者っていうのをイコールで結んであげたこの式を満たすような x が最適な1回あたりの換金額なんだということが分かります。X は40と求まりますね。はい よろししいでしょうか、まあ、かなりこれはねひらめき的な要素が必要な問題ではあるので、まあ、現場で対応できなくてもね特段合否には影響は出ないかなと思いますが先ほど申し上げましたとおりここが解けていればね相当大きなアドバンテージにはなってくるのかなと思いますんでもう科目合格水準に達してると考えてもらっていいかと思います。はいまあ、以上がね簡単ではありますけども経営学の解説ということになりまして。 なかなか今回はね現場対応的な要素が多分に含まれる回だったのであの終わってみるとねすごくあのできたようなできなかったようなっていう風にあに感触がよくわからないなっていう印象を持たれた方が多かったのではないのかなと思うんですけども、まあ、結局ねそうは言っても現場対応のものが最悪全部できていなかったとしてもね あのしっかりと事前に見たことがあるような問題とかが対処できていれば合格ラインの点数には達しますからあのこれから先ねまたあの次年度ねこれからあの勉強を始めていくっていう方もいらっしゃるかと思うんですけどもあの過度にねそんな現場対応型の問題にあの対応できるようにならなければいけないんだとかってことをね考える必要性はないんだと思ってください。結局のところこの試験っていうのはどこまでいってもねあの見覚えのある問題っていうのが解ければ合格できる試験になっていますんで。 あのしっかりと与えられている教材のその解答精度を高める作業をねこれからまた再び行っていただければなというふうには思います。はいまあ、それではねこれで、えー、経営学の公表と解説は以上となりますので、えー、本日も皆さんお疲れ様でした。